CADJP は今、ね、買ってみましたけどもね、勝率 65% 以上の分析、こちらの方のですね、23時34分06分出てますけど、CADJP はね、これでね、買ってみましたけどね、シグナル数がね、少ないんでね、どうですかね。ね、仲良せボリンジャパンとでですね、こちらの方のインジケーターはこの黄色枠は超えちゃいけないんですね、というタイプの投資です。通常は黄色から出ないといけないんですけど、昨日までのはそうでしたけど、今日のはそうです。というのは、金曜日あたりはそうなっちゃうんです。金曜日とか、今木曜日ね、後半。木曜日、金曜日、水曜日の途中からっていうのはそうなっちゃうんですよ。はい、勝ちましたね。ということです。37,192円ですね。まだ昨日から越してませんね。行くの。